おはようゴンザレスパラレルです。さあ今日は BBM2016 のルーキーエディションのフルコンプバインダーを紹介したいと思います。ということでこれが表紙だったんですけど、楽天のオコエ選手、阪神の高山選手、ソフトバンクの高橋純平投手と、5年経っても大ブレイクとは言ってないですね。ちょっとこのロッテの平沢選手とかドラゴンズの小笠原選手も映ってますが、このドラ1はバリバリやってるって感じでもないですね。そんなながら開始名でもいい選手はいましたんでね、見ていきましょうか。とその前にですね、ちょっとオープニングアクトということで、僕のこのファイルにちょうど入ってたコレクションを見せたいと思います。まず倉持明さん映ってますね、ロッテのね。これはですね、僕 AKB48 が昔から好きだったので、そのメンバーの倉持明日香さんのお父さんということでここに収納されていました。はい。で隣行きますとですね、はい、カープの鞘師智也選手ですね。この人も、モーニング娘。の元メンバーの鞘師さんいますよね。その人とすごい名前が同じじゃないですか、鞘師って。でなかなかない名前なんでね、ご親族親戚に当たると思うんですよね。それでここのバインダーに入っていると。珍しい名前ですよね、鞘師さん。そして僕はスワローズファンなので、サッカーをやっているつば九郎と、可愛いですね。そして僕は犬も好きなので、こんな感じで犬が写ってるカードなんかも入っております。では行きましょう。はい、まずはソフトバンクドラ1の高橋純平投手。こちらね、この3つに比べると、バックが紫かかってますよね。これはですね、スポーツカードマガジンの、付録でついていたものですね。はい、ここだと、小沢投手いますね。確か今年からヤクルトに移籍したような気がしますが、はい、頑張ってほしいですね。では2ページ目、はい、こんな感じですね。もうあれですね、育成枠がいっぱい指名されていますね、この辺はね。はい。で日本ハムのドラ1は上原投手でしたね、左ピッチャーね。はい、加藤貴之投手もいますね。中継ぎの井口選手もいますね。はい、横尾選手もいますね、移籍しましたね。はい。で、はい、ロッテのドラ1の平沢大河選手もいますね。こちらもスポーツカードマガジンの付録でしたね。はい。はい、続いて西武ですね。ドラ1の田畑投手ですね。最多勝も取ったことがあるピッチャーですが、今ちょっとね、病気の治療中ということで育成枠になっていますね。早く上がってくれるといいですね。はい。あとは大滝明人選手ですね。愛人か、愛人選手です。今登録名が愛人選手になってますからね。ちょっと見てみましょうかね、愛人選手ですね。はい、こんな感じで。でオリックスのドラ1の吉田選手ですね。
はい、でここに銀サインが入ってますね。杉本裕太郎選手ですね。はい、僕好きなんですよ。これは自引きしたんですね。それからちょっと気になって、はい、集めてはいないですけど、やっぱ野球が気になってますね。今年試合出れたらいいですね、たくさんね。絶対ね、ホームラン打てますからね、何本もね、期待してます。はい、オコエ選手ですね、頑張ってほしいですね。足は速いですからね、守備もそこそこいけるんじゃないでしょうかね。あとはバッティングだけとね。はい、で茂木栄五郎選手ですね。これ見えますかね、ちょっとズームしますか。はい、茂木栄五郎選手の銀サインですね。もう今はね、楽天になくてはいけない選手に成長しましたね。あとはキャッチャーの堀内ね選手もいますね。そして足立選手もこの年のキャッチャーで試合にね、試合にというかドラフトで選ばれたと。はい、こんな感じで、はい、それではパリーグも、あ、セリーグですね、セリーグも行きましょう。前年2015年に優勝しているので、セリーグで一番最初に出てくるのがヤクルトになりますね。ドラ1の原樹里投手ですね、銀サイン、はい、100枚限定ですね。もう正直これはドラ1で入ってきたのはいいんですけど、僕は認めませんよ、そんな。もうちょっと頑張らないといけないですよ。昨日の試合でも、はい、ちょうどね、この撮ってる昨日の試合でもバカスカ打ち込まれて、1回投げて6失点でしたっけね。ちょっといただけないですよね。オープン戦なんですから、もっと頑張らないといけませんよ。はい、では次行きましょう。はい、巨人に移籍した廣岡選手ですね。はい、でトモチンと結婚した高橋奎二投手ですね。はい、山崎選手の銀サインもありますね。はい、で渡辺選手の銀サインもありますね。はい、で巨人に行きましょう。巨人は桜井投手をドラ1指名してましたね。いろいろコロコロとね、背番号変わってます。もう今は何番か忘れました。はい、では重信選手ですね。はい、あ、宇佐美選手はもう日本ハム行きましたからね。山本康弘選手もね、移籍しましたね。今年は目まぐるしいですね。でも活性化していいんじゃないでしょうかね。腐らせるより移籍して活躍してもらった方が、もう選手としても球団としてもウィンウィンでいいと思いますよ。はい、はい、中川幸太選手、おうおうおう、中継ぎのピッチャーですよ、今頑張ってる。すごい、これもルーキーだったんだ。はい、次行きましょう。はい、ここら辺から育成ですね、育成がいっぱいいます。こんだけ指名して何人クビにするつもりなんでしょうね。はい、では阪神ですね。はい、高山選手がね、真中監督がね、くじを、ま、見間違えて高山取ったぞと手挙げたら、実は金本阪神が取っていたということで、はい、妙なドラフトになりましたね、あれは。はい、で坂本、キャッチャーの坂本選手の銀サイン、そして望月選手の銀サイン、こちら背番号61番なんですが、はい、ジャージナンバーになってますね。はい、61と。はい、青柳選手もいますね。はい、ではキャッチャー、この年のドラ1は岡田投手だったんですね。はい、はい、高橋選手もいますね。西川選手、こんな順位で選ばれてたんですね。ドラ5でしたか、大活躍。は
小笠原選手ですね。中日はね、ドラ1ね。はい。阿部選手もいますね。はい、ここら辺から育成枠になってきますね。はい。で、ベイスターズのドラ1は今永投手でしたね。左ピッチャー。チェックリストもありますね。顔写真付きですね。はい。で、全アンドナウですかね。はい、こういうコンビネーションカードになってますね。はい。ではインサートいきましょうか。インサートこんな感じでしたね。はい、ハムからは、近藤選手ですね。はい。巨人からは岡本選手かな。そうですね、岡本選手ですね。はい。カープからは誰でしょう。あ、鈴木誠也選手でしたね。はい、以上になります。なかなか楽しいね紹介だったと思います。またね、ルーキーエディションのね、紹介もしたいと思っていますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。コメントお待ちしています。よろしくお願いします。それではさよなら。